うるちゃんね、ちょっと静かにできるのかな。162ね、いい子だね。令和4年6年5月29日。はい、便検査。線虫いない。原虫もいない。二消化反応もなかったですね。細菌数ちょっとだけ悪玉菌が多少あったかなとは思いましたけど、まあ、これぐらいならいいと思います。まあ、線虫、原虫はともかくなかったんで、ね、それからあと、浮遊法。ここちょっとないけど。浮遊法でもいませんでしたからね。これは本当たまたま出てないことが直接だけだった、うんうん、はい、じゃあ名前がないからとりあえずミーアキャットとかでいいので、はい、じゃあこれを、はい、ありがとうございます。すごいね、ブラジールってどれくらいあげてんの。ブラジール4分の1を粉にして給水ボトルに大体90ミリリットルぐらいのお水に溶かしてあげてます。なるほど、ちょっと多いかなとは思ってるんですけどちょっと多い、もうちょっとそれ以上ちっちゃくは砕けなくて、ね、で今この子女の子と一緒に入ってるので、他の子も飲んでる、うん、その子と一緒に飲んでます。もう一個のなんだっけ、プロコックス、プロコックス、はい、これは液体でしょ。どれぐらい、液体です。0.1 ミリリットルのシリンジで、メモリ3本とか4本分なので 0.6 とか 0.8 かな。こんなにやってる、うん、でも多いよね。 この箱はあります。箱あります。ここにから買いたいじゃないですか、大体の目安が、これちょっと 0.4 キロで 0.2cc。ってことはさ、ちょっと多いね、だいぶ多いね、だいぶ多いですよ、まあ、倍ぐらいなら別に大丈夫だと思うんだけど、ちょっと多い。まあだから、そんだけ聞かせよ。虫出ました、こういうのを飲ませて、うん、いない、うん、原虫は分かんないけど、先週はいたらプロコックス飲むとすぐ24時間以内ぐらいには出ますんでね。ああ、そうなんだ、うん、だこの特には出てなかったな。ちょっと、なんとなく今聞いてるとさ、どっちも量が多いから 0.3 3か4?0.6 うん、全然多いです。 0.1 でいいですよ。 0.1 だって400で 0.2 だからさ。あ、そうだよね、今200弱でしょ、うんうん、だから 0.1 で上げれば十分ですかね、はい、そんな感じで上げてくださいね、はい、それからプラジールはね、パーキロ50ミリパーキロ50ミリってことは結構の少ない。フラジールね、これはメトロニダゾールですね、メトロニダゾール。でこれは抗原虫です。まあ原虫以外にも使うんですけどね。で、大体パーキロ50ミリってことはさ、100グラムの子だったらさ5ミリですよ。でこれ1錠多分250ミリだと思うんで、うちの500ミリなんですよ。500なの？500のないです。本当で日本製じゃないね、それね。うん、そうですね。うん、そしたらさ、の100で5ミリだから200で10ミリ、200の子で10ミリぐらい。そういうことはどんだけ？それこそ 0.0 で500分の10ですよ。と50分の1ですよ。ってことは 0.02。そう、でも 0.02 で測れる測りはないかなと思って。難しいね、これ、うんうん、だからよくやるのはね、例えばこれをね崩すでしょ、とこれを例えば10等分にすると1つ50になるじゃないですか。それでも多いよね、うん、でその、うん、この50をさらに10等分にするとさ5になるでしょ、うん、10等分でね、うん、でさらにこれを10等分するとさ、0.5 になるじゃないですか。この辺でやっとかないと多すぎるかもしれない、うん、ね、うん、500だと本当に使い出があるよね。すごい大変なんです。その時にあの10等分する時には粉だけで、これだけで10等分すると苦いからさ、うんうん、砂糖とかさ、うん、混ぜて10等分する。要は500を今これを10等分する時はフラジルのそのままで10等分すればいいけど、ここでね、さらに10等分するときは、その一つの袋に一つブドウ糖とか砂糖とか混ぜて10
ずいと思うんですよ、うん、そうしないと量が少なくなってくるとなかなか難しいことになってくるでしょ。そんな感じ、まあ、参考までに、はい、殴りがけですけども、プライジーありがとうございます。でもあの来てすぐの子はさ、食欲があるんだったら絶対やった方がいい、うんうん、やっぱり輸入の子なので絶対いる。飲みもすごかったし、で飲みがいるってことはあのカナダムシがいます。あ、カナダムシはね、クロボックスってカナダムシが入れてるんだって。そうか、カナダムシまではいけないんだ。サナダムシ、常駐って言うんですけど、うん、それはまたちょっと違う虫暮らしになりますね、あの左にして、なんだっけ、ドロンタル、ワンちゃん用、猫ちゃん用、そう、飲みがキャリアになるわけね、で検便してもサナダムシはなかなか見つけられないです。そう、飲みがかつていた子、その辺にあるでしょ、そこに、こっちだ、ドロンタールでは、あ、これでもいいんだ、ドロンタールでも、それからワンちゃん用のドロンタール、猫ちゃん用のドロンタールでも、犬用のドロンタールプラスでも、このプラジクアンテルってやつがサナダムシと虫暮らしになるから、こういうドロンタールもちょっとやっとくといいですね。でこれもそんな 100g、200g のこうやったら、これで換算して 0.5 で2分の1だから、まあ4分の1錠ぐらい、うん、これが飲みがいる子はそう、まあ、サナダムシもやった方がいい、プロボックス、プロボックスとか、あのなんだっけ、レボリューション、セラミクチン、うん、ではちょっと落としきれないから、うん、それも知っといてください。ドロンタールね、そう、ドロンタール、わかりました。それも多分手に入るんじゃない、その辺の方に入るってことは多分、うん、ただちょっと量を間違えないようにね、やっててくださいね。あの、あんまり飲みすぎてやっぱそれでもお腹壊したりする子もいますんでね。あ、ただ倍量ぐらいだったらちょっと大丈夫です。極端なこと言うとさ、さっきのドロンタール猫ちゃん用のやつでね、うん、サナダムシはた2分の1って書いてあるでしょ、2キロ前の子は、うん、まあ大人の子で、まあ、4キロぐらいで1錠でしょ。だけどこれが何だっけ、マンソン列島常駐でやつ、そういうサナダムシだとね、この6倍飲ませますから。だからそれだけ飲ましても、まあ、一般状態さえ悪くなければ大丈夫なんで、だからとはいうものの、一応決められた薬用量の、まあ、範囲かちょっと50% 増しだったらいいかなと思いますね。分かりました。そうしておいてください。はい、じゃあ、まあこの子に関しては寄生虫はいないなということで、はい、よかったですね。ありがとうございます。この子ね、あの売るんです。そうです、もう今日お迎えです。あ、お迎え。ちなみにおいくらぐらいするんですか。25です、うちは。税込み。でもペットショップだと30万超えてくるんで、税込みで。なるほど、そうですよね。うん、そうなんだ、すごい。はい、わかりました。じゃあまた何かあったら相談してくださいね。はい、お願いします。